階なんだ。こしあんさんの番号があんまり良くなかったからさ、できれば並びで取りたいんだけど。じゃあ北斗取れたんで北斗行きます。さあ行きましょう。25番目ですね。31番の抽選番号だったんですけども、あ、まっすぐ来た。ディナー君、お、ここ取りました。どこ取った？角、はい、あ、じゃあ俺隣行きますわ。並びで取れよかったね。並びで取れましたわ。では並び打ちでいきましょう。北斗剣です。おはようございます。おはようございます。元気だ。おはようございます。朝から元気だ。どうも、低血圧のひなです。デジタル編集部のこちらでございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで、先日ですね、僕はスタッフさんと、うん、ちょっと食事に行きまして、なんか番組の要素、なんか盛り込む要素を入れたいなって話をした時に、うん、スタッフさん結構ド S ですし、視聴者プレゼントしたらよろしいやんと、うん、お前ら自腹で払ったらよくねえかと。え？お前らが自腹でプレゼント。そうそうそう。でも毎回僕ら二人でなんかいくらいくらでこう出して自腹でプレゼント出すってちょっとわけわかんないじゃないですか。まあね。ってなるから、なんか勝ち負け決めるような何かをしながら負けた人間が自腹で、ね、プレゼント商品購入したらいいんじゃない？今回は1日打った時の総バトル回数。あ、1回の連チャンスではなく。ではなく。なくね。トータルのね。そう、何回ラオウとこうできたから。で、これ面白いことがサミーさんが協力してくれてる番組なんですけれども、うん、サミー商店で買ったらいいんじゃないかな。めっちゃ売り上げに貢献するだけじゃないですか、ね、はい、他のルールは一緒です。もうマイスロでミッション達成していって、スコア合計3310ポイント獲得できれば、うん、何かご褒美だということで、じゃあ、大確保してるんで、はい、早速打ちに行きたいと思います。サミカツ、はい、よろしくお願いします。弱そう百裂拳。それビートマニアっすね。助かる。無事取れました。はい。よかった。朝一の抽選番号でね、どうなることかと思ったんですけど。いや、またね、後ろの番号だったんでね。うん、まあ並びですということで打っていきましょう。行きましょうか。はい、ちなみに星さんはホールでは？1回だけ打ちました。あ、ジャギステだ。なんで。一応今日は今日あのミッションをお互い埋めていこうという流れの中でも、まあ、戦おうと。あ、個別で俺とティナ君でね。はい。だどっちかがケンシロウでどっちかがラオウなわけですよ。まあこれってさ、はい、連弾させればいいんだっけ？そうっす。初当たりでもつくし、あ、なるほど。あのバトルした回数ですね。あ、じゃあより多く当ててより多く連弾させれば勝ちね。そういうことです。まあ、結果としてあれですよね、マイスロを埋めることにもつながってくるからね。確かに。ただこれ、これ本当にガチなんで、うん、今度は折半しますよってことだけど、ね、あ、絶対しない、これ。おしゃんさん負けでも絶対しないから。あ、ちなみに北斗、先にやっていきましょう、うん、マイスロを埋める上でのワンポイント、北斗カウンター奥にしてください。1回オフすんの？1回だけ、1回だけ奥にしてください。あ、なるほど、そのあれがあるのね、はい、オフのやつが、はい、確か初代モードもあったかな。じゃあ初代モードもやってみますか。初代モード、あ、マイスロミッション本当だ。これ、あの、こういうテクニック今後重要になってくるんで。そうだよね、はい、ただ北斗カウンターがない初代モードですと、どうしても演出がこうね、淡白になってしまうと、動画的にもね、ちょっとどうかなってなってしまうので、一応まあまあまあ通常モードでいこうかなと。これあと確か北斗初代モードで何ゲームとかもあったよね、確か。あったかも。確かね、打った時になんかそれがなんか出てきた記憶があるから。なるほど。じゃあとりあえずコシアンさん初代モード、僕通常モードで一旦回しましょうか。そうしましょうか。マイソロを埋めるにあたって、うん、真面目なティナ君はマイソロミッションのランクごとの項目確認してこう集計してきたんですよ。この真面目なっていうところちょっとなんか興奮じゃない？え？で？皆さんも気になると思うんですよ。あ、ごめんなさい、ちょっとあの、あら、ね、今の話終了、今の話終了。ずるい、一人だけ。今ジャギーステージスタートして。え、
いやーそれはなんか刺さるよな。ただ僕あれなんですよ、北斗の拳全長ソムリエなんで。何それあるかないか。ちなみに現段階でのソムリエの評価、わからん。じゃあ話を戻しましょうか。はい、あのマイサロミッション、皆さんも気になってると思うんですけど、じゃあ北斗の拳って SS ランクいくつあるの。これがですね、累計100回遊戯する。100回。はい、あとレイ小艇を見る。結構難しそうだな、はい、とロングフリーズ以上でございます。で北斗の拳って SS ランクミッションが3つ、うん、S ランク1個しかないんですよ。逆に SS ランクが一番多い機種実は22個あります。1機種につきどの機種だと思いますか。もちろん6号機以降ですよ。なんだろうな、アネモネ。あーアネモネ か、 ちなみにアネモネ結構あった気がするんだよな。ちなみにアネモネ SS ランク10個です。あ、10個か、はい、倍あるんですよ。これがですね、ファンタシースターオンライン。設置がねえもうみたいな感じで、北斗は3個しかないのにもかかわらず、この機種は20個あるとか。あれだね、なんかじゃあある機種を積極的に打った方がいいよね、番組。そういうことになるわけですよ。ねえ、北斗拳だ。あーでもジャギだ。うん、まあ窓を3ゲーム。また今ジャックスイカ引いた感じがあるね。ちなみにあの俺1回しか打ってないって言ってもね、新装初日からね、1週間毎日うちに行ったんだよ、ちゃんと。あー北斗うちに行こうで、そうホールには行ってるんですよ。で、取れなくてね、あの4日間抽選の店にダメだったから、うん、4店舗抽選受けてダメで、で、もうしょうがないかなって言って、もう5日目に並びの店始発で行って、それでも取れなくて、うん、で、空いただよって、まあ、一応なんとかね、あの総選手バトルもやったんだけども、なんか一通りの流れはね、一応体験してるって。なるほど、うん、まあ言うても僕も同じようなもんすね、まあ、どっちかというと僕夕方からあのワン中断チェリーチャレンジ、あ昔やってたやつかしてるだけなんで。さっきからあの僕モードはいいんですけど、子役が弾けない病気にかかっちゃいました。なっちゃうわね、ほんと。おあのモードいいなの演出あってからリプレイ5、6回弾いてるんですよね。落ちてそう。ちょっとね、落ちてそうですね。ただね、あのおかげさまであのこのようにコンスタントにレア役を弾いてるおかげか、ジャギステージから動きません。例えばこうシアンさんはこの当時初代の北斗の拳をなんかやってたことあります。昔だったらキャッシーとか。個人的にあんまり第三停止をなんかどうこうとかあんましなかったね。あんましなかった。あんましなかったね。じゃあこの話もう終わりです、ね、僕すごい中断チェリー引いてますわね。えもう3回目ね。はい、ただ今はいって3回目なんですけど、2回外してるんで多分この話し方は下手なんですよ。なんもいかねえなこいつ。ここは任せた。この流れ僕あんま好きじゃないんですよね、直行するパターン。あ、ジャギ行かずに。はい、あのもうちょいわちゃわちゃしてから行くなら。こちらさん、はい、聞いてください。早くも中断チェリー3回目何も起きてる。なんか弾いてるのね。いや、もう 25% が弾けない男なんですよ、僕。けどもう、次4回目だから、次で当たりじゃん。やったね。あなた、8-0何年やってるんですか。どうしました？ 25% だから4回目で当たりだよ。急にバカにならないでくださいよ。あのとりあえず、お互い飲み物、おごりません。全然いいよ、だって、ま、負けた方がおごるで。まあそうね、あの当て先に当てた方がもらえ る、ね、もらえる。いいよ全然。だからそんだけ引いてて当たんないんだと当たんないよ。俺はまだ引けてないから、はい、つまりもう引いたら当たるんだよこれ。あ
まあね、それはまあどっちも同じ条件なんですけど。初代モードで3000ゲームがある。 3000? で3000の下に空白が1個あるから多分これ5000もあるわ、初代モード。やばいね。まあ、僕は通常モードで回しますわ。じゃあ俺ちょっともうちょっと頑張るわ、さすがに。じゃあ1000だけ、1000は頑張るわ。じゃあまあ次で何にも来ない。お、指こき入った。本日初で467ゲーム。じゃあちょっと前にチャンス内いるから、ちょっと待って、こちらさん。お、同じタイミングで来ました。タイミング、ちょっと待って、こちらさん、ちょっと待って、こちらさん、ちょっと待って、こちらさん、特弁当や。ほら、4回目、きらく4回目これ。ちょっと待って、こちらさん、これ全長あれですよ。もう腰段差も当たってるって仮定して話しましょう。全長短い方の勝ちですよ。あ、本当だ、本当そうだ。いかん。あ、ロング来た、奇跡の村アミバ。あ、そうか、飲み物バトルやってる、忘れてた。そうなんですよ。大事なところなんですよ。あ、ちょっと当たってなさそうだな、これは。じゃあ僕はじっくりこのアミバの落ちるムービーを見ましょうかね。そう、あんな情けまでかけられて、もう間に合わない。もう演出見る時間があるから。はー、見えた、これ。じゃあお先失礼します。はい、411回転、投資15本ですね。じゃあ朝一、まあ黄色オーライジを出して5、6連してワンチャン取りましょう。あー、湯気だ。さあ、ちなく何がいい、飲み物何がいい。じゃあブラックコーヒーお願いします。はいよ、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。いいえ、またこのバトルで 79% 以上の演出来たらジュースを送ってください。またかよ。またかよ。僕まだあれなんですよね、レイ京都5回だかやってるんですけど、一度もバトルまで行かない。あら、武装転生チャンス2回やっただけですね。2回とも失敗してる。さて、単発だけはやめてくれよ。1回目とりあえずコシアンさんのタイミングで話したいんですけど、あ、ね、もうね、ダメ、今の全ダメ。ダメ？俺はね、ジャックの時もね、中押しするんですよ。あー、なるほど、うん、もう左から押せるみたいなもん、これね。もうこの時点でダメ。もうダメ、話す前にもダメって分かっちゃった、今俺。話した時抽選なんで、そういう話はいらないんですけれども。ケンちゃんがどのタイミングで止めますか？俺は基本的に真っ正面で。真っ正面で。真っ正面。ここだ！ちょっとずれたな。いや、今完璧ですよ。ちょっとずれた気がするな、今のは。これあれですよ、ケンシロウの足しか出てこないですよ。だからこれ多分次のゲームケンシロウのチェーン出てきますから足じゃなくて。出てこねえよ。そんなことするケンさん聞いたら見てみたいわ。おい、おい、とりあえず単発回避。でもこれ北斗のゲームほんとすごいいい継続率してるなって思うのが、うん、単発終了があまりない継続率じゃないですか。あ、66%、ね、微妙なあれだよね。そうそうそう、継続率だからね。そう、66%だから何気に続くからね。はい、黒ナビのちょっと強めの作業来ました。チャンス目か。チャンス目。3ゲーム。あ、これは全長数で4ゲームいった。ジャギ一回リプレイ引いときたいけどな。90%。よし、出ない。よし、おお、見てください、もうシャーってきますよ。あ、全然取れない。全然40%取れてない。あ、もう20%ないんだ。あらまあ、今押しても反応しねえから、なんでだと思った。だからネガキャンさせないでくれ、俺に。しなきゃいいだけですよ。
ックで1回、ストックで1回、もう1回いこう。僕やっぱあれなんですよね、僕の話すタイミングってやっぱりここなんですよ。ああ、そう、終わった。もう体に染み込んでるんですよ、この歯なんですよ。まあ、大体俺が自分でうんちく語るときって終わるときなんで、よろしくお願いします。怖くないかな、これ。今日初のラオウの攻撃なんだよ。うわー、うわー、初攻撃か。おー、そうだ。秋田名物、きりたんぽ。ただ豪商はまだ復活とかのね振り分けあるから。そうね、まあ、基本は違うからね、豪商だったら。そう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 、そこまでは仕方ない。で、雲が、はい、では止まってる。物足り、もう一回やったボイスはバット。いやー、一回、まあまあ 66% だったんだろうな。惜しいよ、全然追いつけない。なんかチャンス目連発してる。さあ、ジャックスインか、チャンス目、チャンス目セーラーオーセージ。当たってねえだろうな、これは。あ、これ免疫なんかいそうだな、ね、いそういそう、全然いそう、乗ってそうだね。あんなと見せかけて、おい、なんだろうな、チャンス目かな。よかった、とりあえず天井は回避しました。これ676ゲームになります。自分でも1勝目もさあ、で、入場677でございます。後ろ以外でお願いします。溜まった分頑張れ。黄色、黄色が一番続く説あるからね。お、ほら、来た。さあ、全長長い方がいい。頼む、本日2回目、ラスト5ゲームなんだけども。あれ、黄色なり、これ初代モードだから来ないのかな。そっかそっかそっか、そう、これ完全に今通常モードの手で喋ってますわ。ってことはもう 今発展しましたね。はい、ジャギが来ました。で、1点ダメか。あ、それザコだわ。で、今2ゲーム目。はい、このレアウェイで倒したってことは、レアウェイで倒したってことはレイ京都来てる。来たね、これは。はい、はい、シャオ。はい、オッケー。やる、なんでやらないですか。いや、今のティナ君の真似でシャオで話したんだよ。いや、さっき終わってるもんな。いや、今あのスイカで倒してますよ。倒せる、はい。今多分僕が実況した通りになってるはずですから。今レインいます。おーい、ちょっと待て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 、マジで単発やめてくれ、頼む。単発だけでいいから、2連でもいいから。まあ、復活だよ、復活。雲は流れてないよ。これ141はね、よし。いや、これシャオっすよ。シャオ系じゃないっすよ、シャオっすよ。これ、これ、プッシュ出てシャオっすよ。ね、ね。はい、2回目。クールに回しますね。もうね、終わるしかしてないから。ダメですよ。お願いお願いっていう。ダメですよ。いっぱいの今心の中が。負の感情が豪商派を生み出すんです。そういう仕組みになってるんですよ。ほら。まあそうだよね。
っぱい行けて。え、なんかめっちゃいっぱい行くやん。ここは任せた。マジで子役のオチ半端なくいいっすね。もう一回中断ジェリーダメ押ししてえな。ケンちゃん興味ないもんね。まあガセネタばっか捕まえ、ね、捕まえられてるから。おおっしゃ来た。めっちゃ行く。まあこいつ多分よほどのねマグロじゃない限りこれで当たってますよ。マグロって。待ってこれ。いた。なんなら今中断ジェリー昇格抽選してるから。ねえ。これ。はい。はい。ありがとうございます。まずいや、わび緑オーラ。赤オーラー。赤きたこれ 150% ぐらいありますよ、ゲーム。こちらさんも引いたじゃないですか。いいですよ。オーラバトルしてもいいですよ、ここで。俺、僕待って。まあ、チャンスで引いた後だからね、ワンチャン。ちょっと前兆を見てから、当たりそうだったら待ちますわ。一緒にバトルコーナーしてやりましょう。こちらさん、なんか当たってなさそうなんで回しますね。どうぞ。静かすぎますわ。18ゲームほど待ったんですけれども。単発で終わったらかっこいいな。まあ赤オーラってなんか気負いしちゃうから結構単発で終わることあるんですよね。逆になんかこうプレッシャー感じない黄色オーラあたりがこうなんか肩の力抜けてるから継続するんですよ。赤とかだと期待しちゃうからね。ハードルが上がっちゃいます。いいの、なんかやる気あるじゃん。あー、来た、当たった。多分2球が取ったね。よーし、赤オーラ1戦目。あ、よかったです、早かった。金メダルでいけましたね。よし、俺にも 赤オーラくれ。これ怪しいかもしれないな。パンチ、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 ナイスパンチ。まあ終わってる。パンチ落ちる、落ちる。ユリア復活でもよかったけどな。セーフ。買いましたね。151ゲーム。緑以上行きましょう。いいね。なんだ、下段止めましょうよ。だから自分で止めちゃっていいか、別に。止まっちゃいますよ、本当に。本当に止まっちゃうんで。はい、ダメだろ。リタすると本当に止まっちゃいます。151ゲームに当たって入賞160、ベータ機は160です。はい。あそうだよね、そうだよね。まあまあ別に白でもいいんですよ。赤と白で紅白歌合戦みたいな話。おい、赤の方がいいな。パンチだから。ナイス、よかった。イエー、攻撃こらえた、うん、おー、続いてる。おー、いい。おさすがだ。じゃあ、せっかくさんだけ何にプレーさせて。ゲンちゃん頑張れ。ナイス、マックスレッドでね。まあとりあえず V 速取れたから OK。 よーし、いいぞ、いい流れだ。だ、お互いいい感じに継続できてますね。今オシデンベルクってマミヤのナビボイス聞いたって出たから、
メインの無双伝説は79回以上じゃなかったでしたっけ。これね、そうそうそう、あの継続79回以上。あとこれ無双転生チャンスの可能性もありますからね。あの継続率試作以外もあるんですよ。はい、気をつけて。まあ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 、無理だケリが一番怖いっすよね。いやだなぁ、ケリとかよくてくるよな。頼むよ。さあ4セットとりあえず432枚。おーよ、70かけて分かった途端に落ちるんじゃない。パサーね。まあでしょうね、さすがに。あと個人的にチャンス目で刺さってもでかいと思うんですよね。昔も結構差あったじゃないですか、チャンス目の。そうだね、あったね。あとやっぱり終わった後の天国選択率が全然違ったからね、うん、まあ、ぶっちゃけハマった理由は中断チェリー引けなかったからってだけですから、まあ、今のチャンス目で当たったらもう、もうそうですよ。油断しないように。あー、BGM 変化。うっ、ラギさん来たよ。チャンス目引いた途端に、あーだった。チャンス目2回目ですよ。天国中である、相当触りますよ。いい要素だね。さあ49ゲーム、データ機だと62ですね。ね、当選経験とベルのグランドクロスですね。やめろ。やめてくれよ、お願いだから。63入賞です。はい。白。さあ、確認。よし、危ない。もうナイスポーズ。俺は自分の台が続くって微塵も思ってないから、ティナ君がどんだけ続くんだろうって、それが楽しみでしょう。頑張りましょう。頑張りましょう、そこは。いや、ちょっと1個前の79ね、すぐ落としちゃったの痛かったな。もうちょっと頑張りたかったな、あれは。さすがに。ピカピカ。おー、おーと。いやー、7セット目。まあ、正直 89% であれ、ちょっとそろそろ怖いセット数ですよ。いやー、そろそろバトル中に中断チェリーとかで、怖いなーなんかラオウに攻撃されるのまだ慣れてないんで今日は。やべーって、ここでチャンス目。動いてないなー。うおー、まあまあまあ、しゃあないな。バットか。7セットで何もチャンス作れなかったのが悪いな。結構強いだけどね。これね、今ゴシアンさんバトルの回数ここで逆転入るかもしれない。お、一緒だからな。おー、いいぞ。おー、ウィーグルさんや。めちゃくちゃ熱いじゃないですか。そうだね、これバトルウィーグル発展の可能性大と見せかけて7ゲーム全長アミーバもありますからね。最高じゃないですか。はい、くっそ強いな。強い。
いいっすよ、こんで次ゲームをナビ黒、あ、黄色、まだわかんないっす、まだわかんないっす、まだわからん、まだわからん、やばいっす、ごめん、マジかよ、やっちゃいました、やっちゃった415枚、よし、すごいな、すごいね、ずっと喋ってる、これから毎セットおしゃぶり、おしゃべりじゃない、おしゃべりしてますね、ちょっと待って、ちょっと待って、おしゃべりとおしゃべり全然違うぞ